高山ダム、高山ダムは、京都府相良郡南山城村、一級河川、淀川水系名張川に建設されたダムである。淀川は、近畿地方の大動脈として、関西の政治、経済活動に深く関与している。しかし古来から反乱を繰り返す河川でもあった。このため、明治以降、世田川荒井関建設や、小倉池の宇治川からの離断、干拓、 新淀川改策等様々な対策を講じていた。だが1953年、昭和28年に淀川流域を襲った台風13号は今までの河川改修をあざけ流下のように大きな被害をもたらした。全国的に水害の被害が連年勃発し、廃線で壊滅した日本経済がさらに疲弊することを恐れた。 経済安定本部は、淀川をはじめと根川、北上川、木曽川、吉野川、筑後川等、主要重水系において、河川総合会計画を進め、これ以上の水害による被害拡大を阻止しようとした。多目的ダム建設を骨子とした、河川改定改修計画は1949年、昭和24年に発表されたが、淀川水系においても1954年、 昭和29年より、淀川水系改定基本計画が策定された。建設省近畿地方建設局、現、国土交通省近畿地方整備局は、この計画に沿い、台風13号水害での洪水流量を、基準値として、治水対策を講じた。淀川本川においては、瀬田川、春節、瀬田川荒井関海地区をはじめ堤防強化に加え、 天ヶ瀬ダムを建設する計画を立てた。木津川流域においては、木津川本川に有力なダムサイト地点を見出せなかったことから、支流の開発を検討した。この中で名張川が着目され建設省は、名張川本川に月ヶ瀬ダムを、宇田川に宇田川ダム、後の室尾ダムを建設する計画を立て、木津川上流総合開発事業として1952年、 昭和27年により、現地点での予備調査に着手した。1958年、昭和33年より、ダムの具体的な形式や貯水容量等を検討する実施計画調査に入ったが、翌1959年、昭和34年に、伊勢湾台風が台風13号の洪水流量を超える水害を引き起こしたため洪水設計画を再検討した。 さらに、関西圏の急激な人口増加と、阪神工業地帯の拡充により水需要が逼迫し、水資源開発の必要性が叫ばれ1962年、昭和37年に、水資源開発促進法が施行された。利根川と共に淀川は、水資源開発基本計画の指定河川として、囲碁水資源開発公団、現、 水資源機構が総合的な利水事業を行うこととなり、鉱山ダムは宇田川ダムと共に講談に事業が移管され、保障交渉は京都府、奈良県、三重県の3県にまたがり196世帯が水没する上、国の名称に指定されている月ヶ瀬梅林の一部が水没することから難航を極めた、右与曲折を経て、 予備調査開始から17年後の1969年、昭和44年完成した。ダム建設予定地となった南山城村では、昭和29年9月1日、家屋水没予定者30数名により、高山村水没組合が結成された。その後、土地水没被害者も加入し、昭和33年9月には、鉱山ダム被害者同盟と名称を改め個人、 保証交渉を進めた。鉱山ダムでは建設のために川端と、広瀬、田山地区広瀬の対岸の二部落が水没した。主な水没範囲は、宅地11910坪38、水田1丁2単7世25歩、畑7丁2単1世零2歩、この内上畑5単7世12歩、茶畑5丁9単1世零9歩、二十地7単25歩、墓地208坪50、 山林七十七町四端六世二十八歩、竹林二町七端五世二十二歩である。ダムは当初月ヶ瀬ダムの名称であったが、水没する旧高山村の名称を残したいとする水没住民の意向を受け、現在の鉱山ダムに名称が変更された。当初は、その原ダム、片品川と同じ外観の重力式、コンクリートダムとして計画されていたが、 比較的岩盤が堅固だったこともあって、形式を重力式、アーチダムに変更して工事費や縮を図っている。堤高は67.0メートルであり、重力式、アーチダムとしては大規模なもので、近畿地方では、鉱山ダム以外には、七色ダム、北山川がある。目的は、木津川、淀川流域の洪水調節、不特定自水、木津川流域の規制農地が主水している。 既得農業用水の確保、大阪市、平方市、森口市といった大阪府及び、神戸市、西宮市、尼崎市と兵庫県の人密集地帯への、上水道供給、関西電力が行う、水力発電、認可出力6 0 0 0ットの多目的ダムである。名張川筋で、初めてのダムで、流域ダムの中核的存在を担い、現在は、水資源機構、 木津川ダム統合管理事務所によって管理されている。この五名張川流域には、レン寺ダム1970年、室戸ダム1973年、布目ダム1991年、日立ダム1998年が相次いで完成し、関西圏の重要な水がめとなっている。なお、木津川の左支線。 前深瀬川には現在川上ダムが建設中であるが、2005年、平成17年の、淀川水系流域審議会の答申により、建設中止が妥当という判断が下され、気候を所管する国土交通省は治水ダムへの変更を図ろうとしているが、三重県や伊賀市、流域住民や移転住民から計画通りの建設を行うべきと、反発を受けている。ダム子の名前は、 月ヶ瀬こと命名されたが、名前の元になったのは湖畔にある名称、月ヶ瀬梅林である。春には1万本以上の梅が咲き乱れ大阪、京都、名古屋方面から多数の観光客が訪れ、春の息吹を目と匂いで楽しませている。梅林付近には月ヶ瀬温泉もあるほか、少し足を伸ばせば、伊賀上野城と伊賀流忍者博物館、五代醐天皇が先行した笠木さん。 長谷寺や室う寺、赤目48滝と京王地形も近距離にある。国道163号、国道25号、名阪国道がダム付近を通過しているため自動車でのアクセスが便利で大阪市、京都市の各中心部から1時間半くらいで行くことが可能である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。